こんにちは、ツチノコです。さあマリオ VS ドンキーコング続きやっていきましょう。さあドンキーともう戦うのはもう終わりなのかなエキスパートステージへ。もうね、制作者の方がもう頭をひねりにひねりまくったステージたちを遊んでいこうかなと思います。エキスパートステージの8からスタートですね。で、16まであるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、こちらの方やっていきたいと思います。対応がトワイライトのとこなのかな。やっていきましょう。よし、さあ頭使うやつかな。またスイッチで、はいはい、上に行けますと。で爆弾があって、なるほど。まずじゃあ上行きますか。上行って上のスイッチをこれで解放できる。よいしょ。あ、これダメかな。あ、これダメか。ちょっと待って、スイッチを解放する。あそこが、ああ、黄色を押さなきゃダメと。なるほど、これなかなか大変ですね。なるほど、なるほど。なんとなく分かりましたよ。青。はいはいはい。これ、あれ取るのはでも、ああ、ダメか。無理か。いや、いける?なんかいけそうな気もしないでもないけど。で、青であそこ行けるって感じか。これまずスイッチ買いだよな、ここな。よいしょ。うん。これでスイッチ買いして。まあいいや。ほう。なるほど。ここもダメと。あそこのスイッチ買いポイントはできる。ここが。これそのまんまいけるのか、ちょっとチェックしていい?あ、ダメだね。オッケー。なるほど。これはちょっとまず一旦置いといて、一旦置いときたな。で、黄色やってからそこボムが押せると。で、あっちもいけると。こっち行ってみましょうかね、まずはね。まあ、青を押して、はい、タタタタタターン。デジタモドン。で、こうして押しちゃったんやらしてくれや。あ、でもあれか。あ、まあ、もうまたちょっと待って、これはこのまんま行って、これで確かあそこが、ここのこれが取れると。最後でもどうやって行くんだこれ。ん?ちょっと待って、最後黄色押さなきゃ無理。黄色押して、はいはいはい。あ、き、え、黄色押してどうやんの、なんだこれ。うん、なるほど。黄色押すでしょ、でこっちから降りてと。さあ時間がちょっと間に合いそうないっすね。時間切れになる直前になったらちょっと、よし、これでここは押せるようになりました。はい、ここが通じたということは鍵がぐるっと一周して黄色が押せると。ん?ちょっと待てよ、これ逆転させて、黄色押さないで逆転させ、逆転させて、あー、鍵だけ移動させて黄色押して自分は行くと。でぐるぐるぐる回ってって感じだね。なるほどね。黄色はあそこで押せる。なるほど。ということはこうなのか。一旦こう行ってだね。はいはいはい。あ、でこう行ってこう行ってだな。でこう言ってなんだ。なるほど、なるほど。でやってっていう感じですね。わかりました。流れがちょっとね分かんなかったので最初迷ったんでダメでしたけど、で一旦こうして、違う違う違う、一旦こうしてこうか。で黄色押さないでの、一旦黄色押さないでこうね。さあ、こっから勝負ですよ。でこうして
変える。あ、間違えた。黄色押しちゃダメだったんだね。あれこれ乗るよね、これ。え、乗らないのこれ。あ、マジ。え、これでこれでいける。ダメじゃん。え、ダメじゃん。ちょっと待った、ちょっと待って、ダメじゃん。黄色押して赤押して、あー、なるほどな。ちょっとまたやり直しですわこれ。なかなか奇数はやられないけど、なかなか難しいですねこれは。絶対黄色押して右側行かなきゃいけないんだよな。ちょっと待て。難しいですよこれ。まずはしっかりと、ステージを、ここが、やり方さえ分かればね。で、黄色、あー、これあれか、どっちにしろ先にこうしなきゃいけなくって、これはマストなんだな、絶対やんなきゃいけないやつで、ボムで綺麗にすると。十何秒だからマジで間に合わねえんだよな、普通にやってたら。え、なんで。あぶあぶ、死ぬ死ぬ。よう生きたな今の。こっからですよね問題がね。ほんとここにでもピン黄色があるってことは絶対黄色を使えってことなんだろうな。で、ルートが、ゴールのルートがこうだから、こうは間違いないと。待って、でも黄色こうやりました、これでゴールはできると。右回り、マリオ右回りしなきゃいけなくって、え、ちょっと待って、十何秒で間に合う。あ、もう時間ない。早っ。もう時間ないの。これをこう、ちょっと待って、これ、あ、いける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 。ちょっと待って、こうだと間に合う。五四、ああ、まあ、あ、いけるわ。あ、分かった分かった分かった。いけました。これでクリアできるんだ。なるほど。投げだ。だって無理だもん他が。おし、むずいぞこれ。おし、むずいぞ。よし、むずい。これ時間間に合わせるのむずい。で、っていうか右いるのかな。ちょっとよくわかんない。まずこっち行って、まずこう行こう。まずちょっとちゃんと取ってと。はい、まずここちゃんと取る。あれ必要ないんだったら押さないが必要かな。で、次が黄色を押すと。黄色を押して、あ、危ねえ。で、これまた戻っていく、うん、よし、いいぞ。それからどうしたん。これでこっち側行けるようになった。で、
押して、違う、これでこうやで、もう3つ揃ってるよね。こういって、あっぶねえ、黄色するとこだったあっぶねえ。でさっきやったのと同じのをやれば OK でしょ。こうやるで、黄色押しちゃって OK で、こっちにするで、こうこうこう、あ、間違えた、マジか、間違えた時のためこれこうしなきゃダメ、いやで、こうな、あで、こう投げて、いけるできてる、できてるよし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 、クリアできる、はぁ、よかった、いやむずいね、はい、できました。めちゃくそ1個のステージで時間かかったこれむずいわ、やば、難易度高っ。できました。でもやべえ1回の動画で何ステージいけるかなこれ。ん、おお、まさかのこうやって出たりすんの、なんか追うの大変だな、その場で出てほしい。もう本当にやったできたわ、よし、オッケー、さあそれでは難しいんじゃないですか、エキスパートステージの9やってみましょう。どんな感じでしょう。 Here we go. はいはあ、まあ、なんかクリアしたら終わりみたいな、そんな感じ。あー、なるほどね、こういう風にしていけと。なるほど、これちょっと最初時間かかっちゃったね。ふむふむ、でこうしてこういうことね、はいはいはい。でもしかして全部に必要だったりする。はあ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 、待て、これなかなか大変ですね。こうしてここは取れたと。ん、黄色が必要かこれ。違うな、黄色、青が必要。え？え？マジかよ、あそこダメやんなかなか大変じゃないの？これ青じゃなきゃ無理だよね。いや、いけるのかこれ。いや、いけそうだな。青がなくても別に。これ、そのまま下に降りちゃえばいいだけじゃん。危ねえ、びっくりした。よし、オッケー。ここは取ったと。で？これは、赤がなくても別に。いや、いけないか、これ。赤がないと無理か。いやいやいや、無理やん、無理ちょ、待てん、どういうこと、いけんのかなこれ。それともこいつを持ってこなきゃダメ、もしかして。ちょ、待てこの子ってこっちまで来る？あ、来るんや。じゃあこの子だね、この子使えだね、多分ね。はあ、なるほど、これをちょ待て、ん、
あのスイッチは、返しのスイッチじゃないと。なるほど、こういうことですね。これでこうして、はい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 、わかったわかったわかった。あー来た来た来た、ようやく来たわ。あーミスったマジで。あーこれやり直しましょう。わかったわかったわかった、連れて行けだな。おいでー、待ってね、上に持って行って持って行ってって感じだよね。こうで、はい、オッケー、はい、トントン、はい、できました。これはそんなに難しくありませんでしたね。よしよし、できたできた。エクストラステージ9クリア。さあ次、どう、ちょっと出た、新しく出てないね。よし、16がもうラストなのかな。よし、じゃあ10行ってみましょう。やるぜ。はいはいはい、ビューンと落ちていきながらって感じだよね多分ね。なるほど、普通に、あーあー、そういう感じね。なるほど。なるほど、そういう感じね。なるほど、あーむずい。あーむずい、ぴょん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 行けってことね。なるほど、はい、なるほどね。ちょ待って、うん、はいはいはい、これでいいのかな。ちょっと待って、それで、よし、あ、ちょっとはい、え、もうできたでしょこれ。できました、よっしゃー、いけるいける。いけるぞ、よし、エキスパートの10もクリア、やりました。よし、じゃあ、3つずつ進んでいこうか。最後やばそうだけどな、14、15、16。はい、ということでエキスパートステージをどんどんこれからクリアしていこうと思います。今回はね、8のステージがめちゃんこ難しくて時間かかったんだけど、90はね、あっさりとクリアすることができました。ということで、じゃあこのままね、クラシックでエキスパートのね、最後のチャレンジもどんどんやっていきたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。